バチクソ揃ってる揃いすぎているさあ、白とチューンありますね。はい、白とチューンはあるので、まあ、ポンしまして、で、チューンがなけたらテンパ、早すぎ早すぎなんよ。あの、神茶の皮は何もないのよ。で、さあ、チューン出まして、さあ、ポンしまして、さあ、はい、テンパ、いやいや、皮に何もない。さあ、トンだと、追走のみですね。トンだとのみ手で、初だとダブル役満なんですけど、まあ、さすがに、いくらなんでも、これないて、初打つ人いないんで、いくらなんでもいないんで、まあ、積もるしかないかな、みたいなところはありますけど、さあ、ペン抜いて、まあ、トンがね、まあ、いや、止めるやろ、さすがにね、さすがに、いや、ためらって。さすがに、自敗3だけして、ペンも抜いてるからね。まあ、いくらなんでも、ちょっとそれはためらっていただかないとな、緑がね、まあ、若干多いけど、まあ、金の間なんでね、まあ、そんなに無理はしないけど、けど、まあ、手なりで、もう染まるんで、まあ、普通に染めていって、まあ、倍満とかね、まあ、狙えればいいかなって感じですね。まあ、もう、なんか緑だな。なんかかなり緑ですね。まあ、ただ酸素はやっぱりなかなか泣けないのと、神茶が1枚酸素持ってるんで、まあ、ちょっと厳しいかなって感じ。てか、9層いや、ちょっと、9層はいるやろ。キュウソはチーソ、もうこれ恨めったな。これは恨めった。だって別にさ、チーツドラドラでいいやん。そうなんですよね。これ実はここだけの話なんですけど、チーツドラドラで十分なんですよね。さあ、そして、テンプ、テンプ、あれさ、何待ち？シャボで3個ですね。強いね、トイメン。ね、3個でタンヤオで、ウーピンチーソ待ち？いや、普通に強いよ。しかも山に1枚ずついるからね。で、ちょっとこちらが、そうですね。まあ、こちらがまあ、そうですね、みたいな感じではあるんですけど、まあでも酸素、あちらもテンパイかな。さあ、パーピンタンキー。パーピンタンキーテンパイですね。まあ、ちょっと待ち帰るかな、どうかなって感じではありますけど、で、こちらが、まあそうだ、酸素がね、残り1枚なんですよね。だから、まあ、初を引けるかな。ウーピン止めて、さあ、ウーピン止めて、さあ、カンチーピンで、カン入りまして、さあ、なかなかテンパイしないの。残しないね。そろそろ、はつかさんぞ。さあ、引かない。ちょ、そろそろ引かないと、まずテンパイができない。だから、このあたりです。テンパイさん、初ターン結構いるよ。止めない止まらないんですよね。まあ、一応テンパイしてたからね。まあ、初ぐらい通るやろうと思ったら、まさかの竜医層すったんなんですよ。はい、王座の間王座の間だろうが、どこだろうが、天保地方は出ます。まあ一番上のタクでね、やっぱり天保出されたら、まあちょっとまあブチ切れちゃいますけどね。国士かな、まあ流してもいいんですけどね。まあなんかたまにはね、流すところも見てみたいけど、やっぱり10種じゃね。まあ10種じゃちょっと流しにくいかなみたいなところはある。さあ、そして11種ですかね。さあ、無駄相撲しましたね。結構珍しいですね、無駄相撲するなんて。まあ普段ね、あまり無駄相撲しないんですけど、さあ、ペイ行きまして。さあ、チューンが、1枚も出て、山さん、スッ、さあ、テンパイ。まあ、1回人間アピールね。じゃあ、1回無駄相撲することによって人間アピールしてからのズバズバと言ったの、不正してないですよ、っていう、やっぱアピール大事ですからね。人数いい形ですが、まあ、相図もいいので、まあ、手なりじゃないかな。さあ、ペイ抜いて、おい、いや、別に、100歩譲って、チーソーからでいい。そして、缶入りましたさあ、テンパイさあ、早い神茶早いダイナミック免税放棄からの、さあ、テンパイ、チュンバックですね。チュンバック、いや、でも普通に強いけどね。チュンドラさんありますから、普通にいいですけどね。まあ、チュンなんてヒーター出ますし、で、こちらが、そうですね、純正10連、リャンシャンテンかな。3ピンとパーピン、スッ、行きまして。さあ、テンパイ。さあ、こちらも一応テンパイね。一応テンパイ、まあ、できればパーピン、スッ、さあ、テンパイ。さあ、できさあ、チュンバック対、さすがにね。いくらなんでもチュンバックには負けれないね。そらそう。いや、神ちゃんも早いしね、強かったんですけどね。まあ、こっちの方が強いですからね。できれば何引きたいですね。何引けると、何引けると、ポンポンポンロンでいけるんでね。
はい、だんだん弾けまして、でトイミンがトン持ってるんで、あのトンをポンしまして、さあリアンソンも弾けまして、もう完全にそれ、あとだからシャアですね、まあ、シャアがどこにあるかなみたいなところではあるんですけど、まあ、シャアないともうテンパイなんでね、まあ、自分で弾くか、まあ、ターチャーに弾いてもらうかっていうところではありますね。まあ、それかペイ弾いてもいいかな。ペイ弾いたらあのペイ抜きにも対応できるんでね、ペイ抜きでローンできるんで、まあ、できれば速やかに、ただシャアポンしちゃうとね、やっぱりペイ止められちゃう。あー、じゃあ、さあ、これで、はい、テンパイ様で、これ、シャア、ペイ止め、あー、いやいや、ためらって。ペイ抜きでもね、そうなんですよ。少数字ってローンされるんでね。それは、ちょっとためらっていただいてね。はい、金の、いや、チーフィン残り2枚待ちはあるよ。じゃあ、やだ。あー、つもちーといドラドラ。あ、やっぱ普通に強いんだよな。うん。シンプルに強いんですけど、まあまあまあ、チーフはやっぱ芸術点も必要ですからね。ちょっと手悪いまでありますね。まあ、ドラさんはあるんでね。まあ、このペイ抜きで、うん、どうかなーって感じ。あー、さあ、ペイ抜きまして、うん、3ピン。ちょっとね、打点はあるんですけど、手がバラバラなのがね、気になりますね。さあ、リアンソギでちょっと良くなった。まあ、普通に手なりですよね。まあ、玉の間なんで。玉の間なんで、そんなに無理はしないと思うんですけど、まあ、手なり。やっぱラス目なんでね、今、16,600 点しかないんで、まあ、ここは、やっぱり、うん、まあ、マンガンハネマン、まあ、狙っていきたいかなーってとこかな。うん、さあ、染めに行きましたね。なるほど。染めに行った。でもこれでね、これでかなり良くなりましたね。トンポンからの、ローソーチーソー待ちができるんで、まあ、めちゃめちゃ強い。さあ、ペイ抜きまして、さあ、チーソークさん、はい、転売。さあ、めちゃめちゃ強いですけどね。もうすでにめちゃめちゃ強い。まあまあ、多分活躍マンでしょうね。さあ、その、ああ、その回乗りまして。さあ、その回で乗りまして、ペイも抜きまして、もう豪華ですね。もう超豪華。もう100万ですね。もう数えてないけど、まあ、もうすでに100万なんですけど、さあ、裏 8! さあ、ペイ抜きの裏 8! ああ、22杯。いやいや、もう全部無駄。速やかにチューン引いてほしい。第3弦なんでね、ここでチューンスッ、はい、入ってきた。はい、簡単なんですよね。もう引けばいいからね。うん、結局引けばいいから。ただ、8とチューンがね、引きまして、チューン引きまして。さあ、もうこれしかも、メンツもあるんで、まあ、あとは、ジャントだけ、ポンありまして、さあ、8をあと泣いて、ジャントどこにしようかな、みたいなね。もところではあるんですけど、まあ、先にジャントができると、まあ、シャボでね、いいんですけど、まあ、どうでしょうか。まあ、これ、んー、ジャントをどこにしようかな。ハザーポンしまして。ハザーポンしまして。さあ、アイテンバイ。さあ、チーピンか。ああ、ザーポン、そのもんで。あ、チーピン待ちってね、まあ、あんま良くない。あんま良くなかったんですけど。あんま良くないだけで別に出ないわけではないからね。はい、友人戦、ダブルリーチダブルリーチ、メンホンスワンコ短期一発。ちょっと友人が一人、消し飛んでしまいましたね。